頭文字 D。頭文字 D。イニシャル D。英語表記。イニシャル D は、茂野ノ修一による日本の漫画作品。また、それを原作にした、テレビアニメと映画を指す。通称、イニ D。峠道において、自動車を高速で走行させることを目的とする、走り屋の若者たちを描いた作品である。週刊ヤングマガジン、講談社にて、 1995年35から2013年35号まで連載された。単行本はヤンマガケシーより全48巻。峠の走り屋を扱うシゲノの漫画作品としてはバリバリ伝説、トンネル抜けたらスカイブルーに続く3作品目となる。本作ではアマチュアドライバーの主人公が関東各地のモサとの対戦を練ながら、 行動最速を目指していく姿が描かれている。また、主人公が属する精鋭チーム、プロジェクト D の県外遠征を各エリアの有力チームが迎え撃つという対抗戦も本作の特徴である。作中に登場する秋ナさんは架空の地名であり、実在しない。そのモデルは群馬県にある高下三山の一つ、春菜さん。その他の地名は実名。 作品の舞台となる年代は、第1話の冒頭に 199X 年と表記されているが、ランサーエボリューションバイヤー Z33 型、フェアレディ Z など2001年以降に発売された車も登場しており、現実とは時間軸が異なる。作品タイトル D の意味は、ドリフト、ドリフトの D であると作者が発言しているが、プロジェクト D の D に関しては、 作中で高橋良介が複数の意味を持つ言葉であるように語っており、その詳細については最終話でドリーム、夢であると明かされた。コミックする意見発行部数は47巻の時点で約4800万部。アニメの関連 CD は70万枚、ビデオと DVD は合わせて50万本を販売している。 主人公が行動バトルでドライブするトヨタスプリンタートレの AE86 型、通称86は1987年に生産終了するが、本作の人気に伴い中古車市場価格が高騰する、減少を生んだ。あとに、それらの減少の影響は、2012年にトヨタ自動車から発売された小型 FR スポーツカー、 トヨタ86を生み出したきっかけの一部ともなっている。本作の愛読者には、土屋圭一、オリド学ぶ、谷口信輝、今村陽一などのレーシングドライバーがおり、特に土屋圭一はアニメ版の監修や86のエンジン音、スキール音の収録を務め、作品に深く関わっている。アニメ版終了後に公開された新劇場版においては、谷口信輝が、 監修や八六のエンジン音、スキール音の収録を務め、土屋同様に作品に深く関わっている。また、2009年に刊行された造刊本、頭文字 D ザメッセージでは前日の土屋、谷口の他片山右京、荒井敏弘、山野哲也、飯田明、石浦博明、服部直樹、中島悟らも本作の読者としてコメントを寄せている。アニメの出演者で、 藤原拓を演じる三木真一郎と高橋圭介を演じる関ともなども影響を受け、三木は主人公の愛車である八六を購入し、関は当初所持していなかった自動車運転免許を得。また、中里武史を演じた檜山信之も、この作品をもっと早く知っていたら、スカイライン GT-R-R32 に乗っていたかもしれないとコメントしている。 作中に登場する技術、曾落都しや、インベッタのさらに因などを実際に真似ようとする読者や視聴者が現れるため、アニメと連載雑誌の冒頭には、読者、視聴者に対して道路交通法を守り、安全運転を心がけてくださいと警告するメッセージが表示される。実写映画化の際、主人公の実家の豆腐店として利用された、富士野屋豆腐店は、 土地区画整理事業により閉店。建物は解体されたが、看板などは、イカホモチャと人形自動車博物館に移設され、道館の館内にて、王子の姿が再現されている。本作のパロディに、自動車を鉄道車両に置き換えた、同人誌作品、電車で D が存在する。2014年の新劇場版公開に際して、開催されたイベント、新劇場版。 頭文字 D レジェンド1覚醒から公開記念86長夏祭りインダイバーっとメガウェブではコミックマーケット86との連動企画で電車で D のポスターがメガウェブに展示されたこれに際しては講談社から了承を得たことも明らかにされているコミックス17巻アニメサードステージをターニングポイントとして大きく高校生時代とプロジェクト D 編に分かれる コミックス17巻ボリューム191アニメサードステージ藤原匠は一見ごく普通の高校生だが父が営む藤原豆腐店の配送を中学生時代から手伝い秋名山の峠道で日々 AE86 型86スプリンタートレのを走らせるうに非凡なドライビングテクニックを身につけていたある日赤木さんを本拠地とする走り屋チーム 赤木レッドサンズのナンバー2である、高橋圭介に勝利したことで、秋名の八六の噂は近隣に広まっていく。当初は状況に流されるままバトルを受ける匠だったが、主練の走り屋たちの挑戦を経て、次第に自分の才能と夢を見つめ直すようになっていく。コミックス17巻ボリューム192、ゲームスペシャルステージストーリーモード第3部、アニメファイナルステージ、 やがて、匠は、頂点に立つドライバーになるという夢を持ち、圭介の兄、高橋良介が立ち上げた群馬選抜チーム、プロジェクト D のメンバーに加わる。プロジェクト D は、一年間のみの限定活動、関東完全制圧を歌い、匠が、ダウンヒル、圭介が、ヒルクライムを受け持つダブルエース体制で、県外の、名だたる峠道へ遠征する。匠は、 愛車86を自在に操り、誰の目にも圧倒的に速いと思える車を相手に対等な勝負を繰り広げ、行動最速伝説を築いていく。頭文字 D のアニメ化は、これまでフジテレビ系列を主とする地上波放送で2シリーズ、CS 放送のアニマックスで2シリーズが放送された、か、劇場版1作と OVA5 作、うち3つは総集編も制作で。 初放送から15年以上が経つロングシリーズとなっている。原作が完結した2013年には原作最後のバトルをアニメ化する頭文字 D ファイナルステージの制作と原作漫画の雰囲気を意識し序盤から再制作した新劇場版頭文字 D が2014年夏に公開されることが発表された。本作品では車両のほとんどは 3DCG で描かれており、 車両の形状や挙動、エンジンやスキール音に至るまで忠実に再現している。ファーストステージ放送当時はテレビアニメに CG が導入され始めた時期であったが、本作では毎週放送のスケジュールをこなした上で、走行シーンのカメラワークや背景描写のような手書きアニメでは固かった表現にも効果を示した。当初はセルアニメのキャラクターとのマッチングに、 違和感があったが、CG 技術の向上と視聴者の慣れによって解消されていった。車両の挙動もホースステージなどでは、物理シミュレーターを用いており、回を追うごとに、自然なものになっている。ウェッジリンク、フィフスステージ、ファイナルステージ、ゲーム作品に関する詳細は、頭文字 D アーケードステージを参照。音楽は、a b e x 関連の楽曲が、 数多く使用されており、激しいカーバトルの BGM に軽快なダンスミュージックを流して雰囲気を盛り上げている。オープニング、エンディングテーマは、ファーストステージ以降、そのほとんどを MOVE が歌っており、バトルシーンには、スーパーユーロビット以下、セブが使われ、劇中のセブは、サウンドトラックとは別に、頭文字、DD セレクションシリーズというコンピレーションアルバムとして、 リリースされている。また、2005年9月から12月にかけて4連続シングルリリースされた MOVE の各曲 PEV は頭文字 D とのコラボレーション企画とされ、第3弾となった雷名アウトオブカントロールマイナスにおいては、メンバー3人がアニメのキャラクターとなって、匠の操る AE86 型トレノと赤い FD3SRX-7 のバトルに、 巻き込まれるという内容になっている。モツが操る FD が先行し、助手席に座る T ・木村がモツのアグレッシブな走りに悲鳴を上げ、ユリは後追いの AE86 の助手席に座って、匠のドライビングに酔いしれるという内容である。新劇場版からはセブを使用せず、日本のロックバンドの楽曲が使われている。映画の予告で使用された楽曲、京都、 神奈川エリアにおいては、事実上の再放送となっている。本作をもとにした、アーケードゲーム、家庭用ゲームシリーズ、インファナルアフェアシリーズのスタッフ陣を中心に、実写映画化され、キャストには香港をび台湾、日本など、アジア各地の若手俳優が起用された。撮影はすべて日本で行われ、新潟県の八彦山スカイラインや群馬県渋川市が、その舞台となっている。 2005年6月に香港などで公開された後、日本ギャガ配給では2005年9月17日から新宿ミラの全国で公開された。カーアクションは主に高橋レーシングが担当し、ドリフトや溝落としといった原作に登場したテクニックが再現されている。ストーリーは夏の間に須藤一家一致との決着をつけ、 プロジェクト D 加入を決意するまでをベースに構成。木が、秋名スピードスターズのリーダーで、立花祐一の息子となっている、高橋圭介が登場しないなど、登場人物の設定統合や変更が多く、なされている。なお、日本での劇場公開においては日本語吹き替え版、主題歌も日本版に差し替え上映が大多数で、 オリジナル関東語、オリジナル楽曲仕様での上映はごく一部の劇場のみであった。オリジナル版日本語吹き替え版。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。